覚悟の松島です。今ですね、ボリビアのサンタクルスから、ボリビアの中でも、パンタナールですね、パンタナールに含まれる地区に向かっております。で、サンタクルスからおよそ8時間ぐらい、車で移動することでそちらに向かうことができますので、そこではですね、以前パンタナールで僕が経験したような、船でのカピバラアプローチですとか、もちろんね、サファリ、歩いてウォーキングサファリもそうですし、車でのサファリも体験することができるということなんですけれども、まあ、今回はですね、なかなか皆さんもこのコロナというところで、観光客の方々が、まあ、日本人に限らずですね、世界各国から来ていないという状態らしく、現状ですね、どれだけそのロッジ、宿泊施設が稼働しているのか、生きているのかっていうのが、曖昧な部分がありますので、まあ、そのあたりもですね、実際に行ってみたところで、現地で、ボートツアーやってるのかなとか、さすがにね、ボートに関しては、僕たちが運転できるというわけではないですし、現地の人が、操縦、船頭さんやってくれていただいた方が、まあ、カピバラがどこにいるかとか、そういったこと、動物たちがどういう特徴を持って、生活してるのか、行動してるのかっていうのも、分かっているので、まあ、そのあたりは任せて、僕たちはその指示に従うっていう形で、カピバラたち、動物たち、南米の生き物を撮影できたらと思っておりますので、よろしくお願いします。ですね、今ここハイウェイを走ってるんですけれど、だからじゃ絶対ずっとヨシさん喋ってない。全然見て見てる。牛が出てこない。そう、牛が出てこない。やっぱアシスタントっていう形でね、助手席を担当してもらって、今もですね、今だいぶですね、今、前の方を見せるとね、こんな感じで、ずっとですね、まっすぐの道を走ってるわけですけど、こういった道走ってるとですね、牛が飛び出てきたり、まあね、野生のね、生き物がどんなのが出てくるのかわからないですし、まあ、100キロなんですよ、ここの道の、法定速度が。なのでですね、なかなかこう途端に物とかね、まあ、場合によっては自動車専用道、高速規格道路ということであるんですけども、民家がですね、すぐ道端、にありますので、人間がですね、物をこう売りに来たりとか、まあ、横断するっていうことももちろん生活道の、一部というか延長の形としてこの道路が存在してるんで危険というのがございます。そのあたりもですね、もう遠くに目を見張りながら、ヨシさんにはいろいろですね、注意を促してもらうというところが、大事な役割としてになってくださっております。で、今ちょうど朝の6時ですね。朝の6時で、やっぱりですね、大体日本と一緒です。日の出、日の入りっていうのはイメージとしては。で、今は時期としては、3月ですので、日本でいうところの夏が終わるかな、秋に向かっているっていう状況。南米は日本と緯度がですね、南半球に当たりますので、南米は、季節が逆になります。ということは、日本がこれからですね、夏に向かうという時に、南米に関しては秋に向かうということですね。はい、まあ、限りなくね、ずっとこうまっすぐ続いてて日の出が見えるわけです。はい、そんな感じでですね、このまま、残り多分時間半ぐらいんじゃないのかな、6時間半ぐらいひたすらですね、まっすぐまっすぐ続いていきます。あ、なんか今あれですね、ガソリンスタンドのマークがありましたね。なのでですね、ガソリンを入れるっていうのがとても重要なミッションでもありますよね。はい、もうガソリンなくなって動かなくなったらもう死亡みたいなもんですもんね。まあここはさすがにね、車が往来しているので、もう助けを求めればなんとかなるっていうことにはなりますけど、これで本当にもうカントリーロードで、田舎道、砂のような道でそういった状況に陥った場合には、あ、もう詰んだなみたいな、で電波が届かないっていうことも重々あり得るので、そのあたりはですね、注意しながらガソリンのメーターをね、見ながらっていうところで進んでまいります。あ、ちょうど今料金所、またこれ料金所です。結構払いますね。はい、
今ですね、料金所に差し掛かってます。ほらこれだったらいいの、さっき一番最後に話した。今あの高速道路なので、実は、料金は支払っております。こういった感じで、でその料金に応じてどれだけの距離の道進んでいるかっていうので、今、料金所ですね、このレシートを見せて通過してます。 あとあれ言うの忘れましたね、あの左ハンドルの、初めての左ハンドル、のミッションの車ですけど、あの乗る分にはなんてことないっていうのが分かりました、うん、運転する分には何の、何難しさもない、慣れてしまえば。だから僕今日乗って2日目ですけど、特に違和感なく普通に操縦コントロール運転することができてますね。で右ね、車線を走る逆になるわけなので、右と左の往来が日本とは、なんで感覚的にどうなのかなと思ったんですけど、なんともないなっていうのが正直です。だけどやっぱりあの街中に入ると、非常にこう何ですかね、阿吽の呼吸、その土地土地の特別な地元の人たちの独自ルールっていうのがあるので、その独自ルールにどれだけこう順応できるかっていうところっていうのが、やっぱり僕としては一番難しいかな。なんで一般的なこういうずっと長い道路に走ることに関して何も抵抗はなく、ただ単に淡々と走ってるっていうところですね。で今回ね、ジムニーをレンタルしたんですけど、すげえ走りやすいです。あのクラッチの重さもすごくちょうどいいし、重くもなく軽くもなく、まあね、確かにこういうオフロードを走る車なんで、まあ、今高速域で100キロで走ってるとすごいこう乗り心地っていうのがブル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 震えるっていうのはしょうがないんですけど、とはいえですね、場合によってはぬかるみとか、ね、昨日もちょっと試し運転というか試運転という形でぬかむるみみたいな場所も走ってみたんですけど、やっぱもあの持ってかまれますね、砂自体が細かいですよね、南米の粉、あの砂っていうのが。でさらにそれに加えて水分、雨が降ったりすると、タイヤが、空転するっていう状態になって、一回昨日もなんで、普通はジムに、FF っていうフロントエンジンフロントミッションっていう、形で駆動方式を取ってますけど、場合によっては4駆っていうセレクターが、シフトレバーがあって、でそれで対応するんですけど、それもね一回使ったっていうことで、まあね、具合が感触として分かったっていうところで、まあ、それを踏まえて、走行をしているっていう感じです。はい、吉さん、はい、どうでしょう、そろそろ何か、いやいやいや、そろそろ喋ってもらえますか。いや続けてください。はい、まあ、淡々とね喋るのもあれなんですけど、まあ、ただ単に淡々と道が続いてるので、朝日が出てきましたね。朝日、じゃあ皆さん見てもらえますか。はい、こんな感じでずっとね続いております。で今100キロで、まあちょっと100キロはねビビって100キロで走れてないんですけど、80キロぐらいで走ってるんですけど、100キロで走るとね、やっぱね、まあ慣れてないっていう体感としてない、ほらこれね多分150ぐらい出てますね、出てた120ぐらい出てるな、あもっと出てるかな。なんでその、あの流れを乱すっていう意味では僕は良くないんだと思うんですけど、まあ怖いからね。すごい気がする。で今回はトータルでおそらく5000キロぐらいの走行になるんじゃないかなっていうところを見込んでいます。でガソリンの価格、これも多分皆さん気になるんじゃないかなと思うところですけど、ボリビアの場合リットルですか。今リットルでもリットルで大丈夫です。リットル計算で、でリットルだといくらになるんですか。今、60円ぐらい、60円ぐらい、1リットル60円です、
日本だと今170とか180円ぐらいになってるんじゃないかな。でけどボリビアもかつては、国内要は、ボリビア人価格と外国人価格が存在したというところで、はい、やっぱり、ね、あの国内 の,、ね、自分の国民を守るっていう意味ではそういうシステムはありなんじゃないかなっていうふうには思ったりはします。とはいえね、日本のガソリンってめちゃくちゃ高いですよね。ヨシさんは普段運転することあるんですか？運転しないです。運転しませんか？運転しません。なのであくまで、ウユニの、ドライバーっていうのは専門のドライバーさんに任せてると。そうです。はい。今後もあれですか、ヨシさんが運転するっていうようなことはなさそうなんですか？基本的にはないですね。やっぱりあの観光業は現地の人と働くっていうのが一番大事で、僕がドライバーもガイドもやってしまうと、ちょっとあんま良くないですね。はい。そうですね。その、ね、地域と一緒に取り組んでいくっていうのがプロジェクトヨシのコンセプトですよね。そうです。そう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 。そう。マラソンらしい。そう。なんなことない。なんなことない。そうなんですよ。お、いいね、いいね、いい朝日が上がってきましたね。上がってきました。今ね、ちなみに気温はですね、朝方23度というふうに今車の温度計に出てます。あ、なんでね、ボリビア、南米大概そうですか、どうですか、どっしーですか、摂氏ですか、摂氏23度、華氏じゃなくて。ああ、そうですね、まあ、両方使いますけど、うん、あんまり僕、ごめんなさい、気にしたことないです。ああ、そうなんですね、はい。ブラジルに関しても、どっしーだったんで、日本と一緒ですごく分かりやすかったですね。で、スピードのメーターも、キロメートル、時速キロメートルなんで、すごいね、あの感覚として分かります。ああ、素晴らしく綺麗。自分が喋らなくていい、喋らない方がいいかパターンですね。じゃあちょっと景色をお楽しみください。